ポケモンレジェンズアルセウス、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ポケモンを捕まえたようですね。報告お願いします。そんなに捕まえてないんだよね。それよりも、別の報告があるんだけど。バサーギリを沈めましたよ的な話をしないのか。図鑑を更新します。はい。動きってなんだ?あー、かわいい。あ、かわいいかわいい。いいね。っていうか、ランクアップしないとな。森キングバサギを沈めたのですね。村に戻って、電木さんに報告です。まあ、ちょっちょと報告しちゃおう。空に消えていく光、キングを沈めたのですね。おや、それはもしかして。プレートではありませんが、ちょっとお借りしますよ。これ何なの?なんか、ポケモンに使えるうんぬんつってさ、確認したら全然誰にも使えなかったんだけど。文字が刻まれていますね。宇宙生まれた場所そのもの始まりの場所。神話の一部のようですが、どうやってこれを?ほう、怪しさに認められたり、荒ぶるバサギリを沈めることで、プレートを受け取ったということですか。そんなもらっていいものだったのかな、これ。血が騒ぎます。推測ですが、このようなプレートは翡翠各地に散らばっているでしょう。すべてを集め、文字を読み取れば、何かの真実がわかるかもしれません。神話、歴史の謎、そそられる好奇心。素晴らしい。これこそが人生です。では。なんかありそうだよな、あいつな。あんまりいい感じがしないんだよね。よし、とりあえず、ここじゃ乗れないんだな。どう?ケムッソ、キュメメって言ってるけど。調査順調かい?俺たちは仲良くやってるよ。あれ?アゲマルの様子が。お?マジで?アゲマルが進化した。やった。カラサイズだ。アゲハンターになるのにもう少し。おい。気づけよ。でもあんまり知らんっていう表現なんだろうなぁとは思うけどさ。なあ、おばあちゃんなぁ。どうなさいますか?いや、いいや。ごめんね。ムックルの図鑑完成したのね。早速読ませてもらうわ。え、オスとメス姿が違うの?どれどれ?額の大きさが違う?知らなかった。図鑑を見せてくれありがとう。詳しくなった今ならムックルを触れる気がするわ。ねえ、お願い、ムックルを捕まえてきてよ。ムックルほど可愛いポケモンは世の中にいないんですもの。ああ、あげるよ。19匹いるから。びっくりしたわ。どっちがいいの?オスとメス。女の子にしとくかい?あんまり育ってない方がいい?最初の方に捕まえたやつにしとく?女の子にしとこうか。ねえ。この子にしとくかい。くるりと跳ねたたてがみ、まん丸つぶらな瞳。いいわ、かわいい。すべてが愛おしい。あ、ムックル。撫でます?いやーやっぱり見るだけで満足だわ。だって技出すかもしれないし、怖いポケモンに近づけるなんて、調査隊か警備隊くらいよ。でも、かわいいムックルを見せてくれて感謝してる。ポケモンを見ただけでニーラスコもいるの。図鑑ができてポケモンがどんな生き物か分かれば安心できるかもね。そうかい、そうかい。進化するといいね。こっから盛り返すこともあるかもしれないしな。急に白くなってさ、アゲハントにバンって進化するかもしれないからな。昇進させてくんない?君が動けなくなるとポケモン調査が停滞する。それは避けたい。ああ、上がったよ。二つ星じゃない?承認するランクアップの手続きだ。これはあれなんだな。ジムリーダーとか関係なく、とにかく捕まえれば捕まえるほど上がっていくんだな、これ。君は銀河団団員としてランクは二つ星に上がった。フェザーボールが使えるようになったっていうか、もらったけどな、なんか。レベル30までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。
調査報告で得られる報酬も多く生まれるようになった。これらも渡すクラフトに必要なレシピだ。あ、フェザーボールのやつか。ボングリの実と空色の玉石。玉石普通のやつしか見つからないんだけど。はーい、頑張ります。じゃあ報告に行こうか。よし、できれば新しいとこに行きたいんだけどな。うん、大義であった。話は全て聞いている。見事荒ぶる馬先を沈め、皆の安心安全を取り戻したのだ。お前は空から落ちてきた得体の知れぬものにもかかわらず、銀河団のために働いた。多少は認めようではないか。だが終わりではない。他のエリアでも荒ぶっているキングたちがいるという。だからこそポケモンを調査せよ。ことぶき村の役に立て。話は終わりだ。調査隊は芋づる艇だな。お前も行くといい。はーい。皆さん、いつもの芋持ち。今日も三人前プリーズです。あと美味しいものがあればどんどん持ってきてくださいね。噂で持ちきりだぞ。バサギリと対峙して無事だったとは運がいいことだ。サマ君は準備をしていましたし、戦いの中でバサギリの動きを観察していたのでしょう。努力の積み重ねによるビクトリーです。すごいことですよ。サマの頑張りで、原野での任務も安心だな。もっと安心したければおすすめはこれ。ムベさんに教わってレシピにしたんだ。目隠し玉、煙芋と玉ゼンマイ、両方見たことないな。バサギリに襲われる心配もなくなりましたし、黒夜の原野で暮らすポケモンたちを調査するのです。だいぶいろいろ捕まえたと思うけどな。サモ、待ってたよサモ。私ユラよろしくね。とても大事なお話があるの。ちょっとついてきてくれる？なんか裏ありそうだな。ここだけの話、翡翠に災いが散らばったの。数百年前、翡翠の地に災いを起こした者が封印されたの。だけど、どうしてだか封印の不思議な術が解けちゃったんだ。このままだと大変。お願いさんも、解けた封印を元に戻して。どうすればいいの？ありがとう、信じてくれるんだね。サモは助けてくれると思ってた。サモに悲しいじゃない。金目石を渡しておくね。何それ。金目石を手に入れた。紫色に光る灯火を集めることができる不思議な石。封印されていたたくさんの灯火が必須に散らばったの。灯火は全部で107個？金目石は散らばった灯火を集めるための石。金目石を持っていれば散らばった灯火も見えるはず。 107? 大変だけど全部集めて。近くにも散らばった灯火があるはずだよ。ほら見えるでしょ、あの灯火に触れてみて。思ったより多いんだけど。触れる。うわ、入ってきたけど。灯火ちゃんと金目石に取り込めたね。なんか急にゼロが始まった。サモにお願いしてよかった。灯火の場所が知りたければ私に聞いて。あと灯火を集めたらお礼するから、ここで待ってるねサモ。私に聞いてってどういうこと？マップに書いてくんない？全部107個。翌日、銀河団の散髪船、ハイカラだね。あんた、荒ぶるキング、バサギリを沈めたサモだろ。うん、そうですけど。お前なんか見たことあんな、その髪型。すごく有名だよ。神王様にゆかりあるキングを沈めた恐れ知らずって。びくついてる人もいるもの。あの、あたし、ひなつ。
金剛団のキャプテン、特技は神結、よろしくな。あ、ごめん。電木さんに話があるんだ。じゃあね。ひなつの悩み。悩みってなんだ？ともし火集めの、ん？なんかあんの？お客様が村に初めて訪れた時に着ていたお召し物。あれを見た時の衝撃がわかりますか？ズバリ未来を感じたのです。間違いありません。おしゃれに興味のある方ですね。まあ、ありますね。なるほど。ですが私も村をおしゃれにする使命があります。共におしゃれを研究 していきましょう。調査隊であるお客様の力を貸してくださいませ。グレンの湿地で見かけるヒポポタスはお勤めする外見が異なるとか、見比べることで新しい衣装の着想を得られる気がするのです。ぜひヒポポタスの、お勤めを見せてくださいませ。ヒポポタスね。てか、グレンの湿地って初めて聞いたんだけど、進出ワードを急に出さないでくれる？で、どこにあるのかっていう話をちょっと聞きたいんだけど、ヒポポタスか。お疲れ様、集めたともし火の数は1個だよ。残り、ともし火は残り106個だね。ともし火をあと4個集めてくれたらお礼あげる。他に聞いたことある？エリアでの残りって何？あ、ここの、え、ここの町にもあんの？へえ、そうなの。聞いてきて、私見ちゃったの。何を？赤い火の玉よ。夜に風抜け道を通ってたヒュードロロって。また言ってる。調査隊さん、信じちゃダメだよ。姉ちゃんはいつもこの調子なんだ。嘘じゃないったら、夜赤い火の玉見たんだってば。本当なら俺も見せてよ。じゃあね。本当に見たのにどうして信じてくれないの？あなた凄腕の調査隊でしょ？赤い火の玉なんて簡単に取れるよね。赤い火の玉取ってきてちょうだい。取ってきてって何？え？夜の間に風抜け道で赤い火の玉に、を捕まえる。あれかな？あれ見えてんのかな？みんなな。あ、いいね。あ、ちっちゃいのがいるね。あ、君は、ポケモンと仲良しだったおばあちゃんの面影を君から感じる、きっと。白髪だからそう思うってことじゃない？君から感じるきっとポケモンと仲良くなる才能がある。君が連れてるポケモンがどれほど君と仲良くしか見たい。僕に見せてくれ。おう、いいよ。お、見るかい。え、これ何？あの、ボールから出してやればいいの？え、じゃあ誰出す？ストライク？あんま懐いてないと思うけど。お、こいつでいい？どうこれ。ネギシ。ああ、違うのか、ビッグ。なんだよ。マグマだしどう？最初から一緒にいるんだけど。釣られて笑顔になったよ。とてもいい仲のようだね。あ、本当？おばあちゃんも君たちのようにポケモンと心を通わせていた。僕はそばで見ていたから、人とポケモンの相性がわかるんだよ。よかったらこれからも、ポケモンを見せてほしい。君とポケモンの相性がどれほどのものか教えるからさ。あ、そうなの？不思議なおめえ。いや。消えちゃった。おう、怖いな、ああやっていると。あんた立派な、銀河団員になるには何が大事かわかるか？え？勇気かな。違う。いや、それも大事だけど。相棒だよ、相棒のポケモン。ポケモンの力を借りれば100人力さ。いつの日かポケモンを捕まえるため、ボールを投げる練習をしてるぜ。でも、本物を使った方がいいだろう。調査隊ならボールを持ってるよな。5個でいいから俺も分けてよ。まあいいけど、貴重なんだぜ。42個しかないんだぞ。いいよ。はい。もう、左のガキ、シャに構えてて好きだな。やった！これで相棒ができるぞ。俺だ。俺が頑張って集めた、頑張りの砂だぞ。頑張りの砂って何？頑張りの砂。もらったモンスターボールでいっぱい投げる練習するから、俺の相棒に向いてるポケモン調べておいてくれよな。いや、それは自分で調べろよ。あ、どうした？大きなブイゼルか。
同じ種類のポケモンでも大きさが違うって本当かな。博士が話してたんだけど、並んだ様子を見てみたいだな。でも、僕のブイゼルより大きなブイゼルがいるなら、並べて比べてみたいな。あ、親分ってこと？君はポケモンを捕まえる天才なんだろ？僕のブイゼルより大きいブイゼルを捕まえたら譲ってほしいんだ。俺は用意しておくから頼んだよ。え、いいけど。このブイゼルはダメだよ。これ？選ぶ。いいよ。すごいな、こんなに早く連れてくるとは思わなかったよ。でもそうだな、もっと大きい子がいいな。高さがだいたい 0.8 以上の子を頼むよ。え？ 80 センチもあんの？ブイゼルって。まずそこなんだけど。結構あれだな。なんか依頼持ち多いな。調査隊よ、聞いてくれ。おかしなもん見たんだ。森の奥で畑で育てられそうな作物を探してたら、チェリームってポケモンの姿変わる瞬間を見たんだ。夕暮れで薄暗かったが、花びらが閉じてつぼみになって、噂の進化かと思って感動してさ。でもよ、翌日、チェリームを見に行ったら、また咲いてるのよ。どうして咲いたり閉じたりしてるんだ？俺が見たのは進化なのか？チェリームの図鑑完成したら見せてくれよ。チェリームをそもそも、全然見てないからな。おう、あんた、調査隊か。ちょうどいいとこに来てくれた。畑を広げたいのだが、地面が硬くてな、耕す手伝いが欲しいんだ。畑が広がれば調査隊はもちろん、みんなも喜ぶ。つまり、一連卓勝。さあ、地面タイプのポケモンがいたら貸してくれ。地面、持ってないよな。いたっけ？いたっけ？あ、いたわ。いたわ、あげるわ。いっすべていらんから。あんたらポケモンのおかげで新しい畑を増やせるぜ。畑の土が不可解になっていく。できたぞ。おお、増えた。見てくれ、あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだ。この子にはもう少し畑作業を手伝ってもらうよ。畑を耕せる他のポケモンと交換したいときは声をかけてくれ。いや別にいいけど。全然貸すけど。ここ増えたからって、どういうあれなんだろう。あんまようわからんな。な、マグマだし。かわいいなぁ。あー、かわいい。股間近いね。危ないね。いや、君、射的に興味ない？射的？射的はボールを投げて風船を割る簡単な楽しい遊びなんだ。点数ごとに景品を用意していてね。君が1万点以上出せたら、特別な景品もつけちゃうよ。おじさんは野外訓練場にいるから、射的がしたくなったら声をかけてくれ。ああ、後で行くわ。射的？こういう感じでってこと？はい。調査隊さん、いいところに。薬の材料を探してきてくれない？めまいがするほど苦い蜜葉の植物なんだけど。どこに生えてるか知らなくて、詳しいことは、医療隊のタミさんから聞いてね。なんか、人に聞いてくれ、人に聞いてくれって多いよな。よし。さてさて、そこのお客さん、新商品が入荷したら嬉しいだろ？嬉しい。そうだろう、そうだろう。でもな、タオファさんが店に新商品を下ろしてくれなくてさ。僕は何言っても効果なくてさ、君に仲介してもらいたいんだ。何？生き生き稲穂を三つほど手土産にすれば大丈夫。生き生き稲穂ってなんだ？稲穂。米か。よし、ここに、射的ができるって聞いたんだけど。あれ？違うよな。あれ？ここにいるって言ってなかった？射的は？あれ？射的は？あれ？あ、あっちか。あっちにあるな。これか。
え、違うな。橋か、単純に。え、射的は射的させて。違う。ポケモン図鑑じゃないよな。修練場前。訓練場。畑。あ、ここか。野外訓練場、遠いな。じゃあ次回、射的からやっていきましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。